杉沼選手、お疲れ様です。お疲れ様です。今日、まあ、早々に栗原選手が負傷してしまう難しさもあったかもしれないですけど、今日の、まあ、0対1っていう結果を藤沼選手としてはどのように今受け止めていますか？そうですね、まあまあ、まず勝たなくてはいけないゲームでしたし、まあもちろん勝てたゲームでもありましたし、そうですね、失点のところもフリーキックだったので、はい、まあ、それ以外はそんなに危ないシーンもなかったかなとも思うので、まあ、もったいないというか悔しいゲームでした。まあ、後半とかは特にすごく押し込んでいた中で、無得点に終わってしまいましたけども、藤沼選手としては、どこが及ばなかったかなってこう感じていますか？まあ、個人的には何本かチャンスがあったので、それを決めきれなかったっていうところで、なんか自分が決めてればものにできたゲームかなとは思いました。なんか結構こうサイドからチャンスも作っていったところ、こうなかなか前に張ってる選手に合わなかったかなっていう印象もこう見てたんですけども、そのあたりっていうのは藤沼選手としては、まあ、課題感っていうのはどこに感じていますか？まあ、そうですね。そこは、コミュニケーションであったりとか、なんでしょうね。やっぱりサイドを使うことも大事ですけど、ちょっとサイドに確かに逃げすぎだなっていう場面もあったので、もっと中に、刺すボールであったりとか、チャレンジするボールっていうのを入れても、良かったのかなとは思いました。なんかそのあたりはこう点がなんていうんですかね、決まりそうな雰囲気っていうのはこうやっていて感じた部分っていうのはどれぐらいありましたか？そうですね、そこは結構はい、点取れそうな雰囲気はありましたし、あれだけ押し込んでて、チャンスが来ないわけもないので、まあ、どっかで一本っていうふうに狙ってたんですけど、まあ、取れなくて、そこはすごい責任を感じてます。まあ、試合終わった後、こう涙されていた場面もあったっていうことですけども、その理由を、こうまた、まあ、なんていうんですか、改めて教えていただけたりしますか？そうですね、まあ、こういう、結果が、負けの結果が続いてるっていうのもありますし、まあ、今日に関しては自分が、決めてればっていうのも、ありましたし、まあ、あとは本当にサポーターの皆さんがアウェーまで来てくれて、最後、挨拶行った時に、すごい勇気出して、言葉をかけてくださったりとか、まあ、もちろんサポーターの中にも、涙してる人もいたりもして、そうですね。まあ、いろんな感情があったかなと思います。まあ、昨シーズンもなかなか勝てない時期っていうのを経験されてますけど、そういった感情っていうのは、こう、初めてな感じでしたね。そう、まあ、昨シーズンは確か、とはなんか違ったというか、まあ、これだけ、自分も試合に、出ている中で、結果が出てないので、それまでに責任は感じてますし、悔しさも、そうですね、試合重ねるごとにどん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 増えていってきて、そうですね、はい。こんな感じになりました。まあ、本当に、そうですね、結果で、しか多分その感情っていうのは多分返せないと思いますし、まあ、藤沼選手っていう、まあ、ストライカーのポジションでもあるので、自分が何とかする思いも強いと思うんですけども、こう次に向けてっていうのは、いかがですか？そうですね。まあ、毎回毎回、誰もが、思っていることですし、誰もが口にすると思いますけど、本当に勝ちだけを目指して、やっていきたいですし、何でしょうね。本当に一つ勝てば、
まあ、勢いに乗れるっていうふうに僕は思ってるので、その一つっていうのを本当につかみ取りに行かなきゃなと思います。本当にずっとその、なんていうんですかね、繰り返しになってしまってますけども、本当、でもその中で進んでる感覚もある中で、まあ、あと何がこう伸ばしていかなければいけないかなっていうのを感じてますか？まあ、一つは選手個々のクオリティであったりとかですかね。やっぱりもっともっと、まあ、止める蹴るであったりとか、まあ、サッカーに対する、まあ、戦術理解であったりとかをもっともっと、まあ、自分も含め高めていかないと、まあ、若い選手が多いので、まあ、勢いと気合だけでやっていけるっていうほどでもないと思うので、まあ、サッカーなんでしっかりサッカー、フットボールをしなきゃいけないなっていうのは思いますし。まあ、その中で、まあ今日は一つなんか、球際とかそういう対人のところはみんな負けてなかったかなっていうのは思ったので。まあ、そうですね。まあ、負けた試合からも、まあ多少は得ることはあったかなと思います。なんかそういう意味でもこう、そういったことをロッカールームでないから、藤沼選手はまあ、チームの中ではキャリアのある方ですし、何か発信していることっていうのはあったりするんでしょうか？まあ、チーム全体にっていうよりかは、個人的に、そうですね。まあ、こうした方がいいよとか、なんならまあ、僕フォワードなんで、こうしてほしいっていうのを結構、言うようには最近意識がけてはいます。ございます。またすぐ試合は来ますし、次はホームにまた戻ってくる、来ますけども、次の試合に向けた意気込みっていうのを最後お伺いしてもいいですか？はい、もう本当に、死ぬ気で戦いますし、まあ、これだけ、結果が出てない中で、最後まで声出して応援してくれてるサポーターのためにも、そうですね、本当に、まあ、命かけて、勝利を、目指したいなと思います。まあ、本当に今日はちょっと現地行けなかったですけど、でも映像で見てても、何ですかね、藤沼選手のこうユニフォーム、すごく、なんていうんですか、汚れていて、それ見ただけでも、なんか戦ってる感じがすごく伝わったので、そうですね、あとは結果でなんとか報われたいところですね。はい。そうですね。まあ、本当に、点を取って勝ちたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。次またお願いします。はい。